今度は千優さんの作品を紹介したいと思います。千優さんよろしくお願いいたします。千優さんの作品はこれリースになるんでしょうか、はい、オリジナルのリースをたくさんこう、これはプリザーブドフラワーを使ってってらっしゃるんですね。プリザーブドフラワー と白い布を花びらの形に切って染めて、はいはい、コテを当てて、はい、でそれをあの接着剤で貼り合わせて一輪の花を作って、全部一枚一枚切って、はい、あ染めて切って、はい、そしてコテを当てて、コテを当ててこう形作るんですね。そうです。でさらにそれを花の形に組み上げていくわけです、ね、そうですね。でさらにそれをリースとしてこう、そうです、ね、とてもじゃないあの気が遠くなる工程なんかそうですね、よくあの独創的ですねとは言われます。すごいですね、はい、これは、こういうパターンって他にあるんでしょうか、はい、こういうパターン、あのこういう、はい、あの一枚一枚作り上げるっていう、はい、その、はい、あれはあるんでしょうか。布花っていうジャンルがありまして、はい、多くの方は結構本物に模倣して、はい、でこのコサージュにしたりとか、はい、この花束にしたりとか、はい、そういうあの作っている、そういう方たちは結構いらっしゃいますね、はい、でもこう一枚一枚こう組み上げてって、はい、もうお花だけでやってるっていうのは、はい、なかなかオリジナリティあるってことですね。そうですね、そういうふうによく言われます、うん、ね、僕も見たことないですからすごいですね。そしてこのリースはクリスマスにもぴったりですね。素敵ですね。わあ、ありがとうございます。ぜひ千優さんを応援してください。よろしくお願いいたします。